フォーカス M シーズン4司会実況の楠原優です。そして解説は広柴田が務めます。よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは対局の準備ができているようです。フォーカス M シーズン4130回戦、東杯の開始です。130回戦並びからご紹介してまいりましょう。ちーちゃんに猿川、なんちゃに山井、シャーちゃんに前田、ペイちゃんに瀬戸熊の並びで対局がスタートとなりました。一発裏ドラ赤牌のある M リーグルールでの対局となっています。柴田プロ、改めましてよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、129回戦は瀬戸熊プロの劇的なトップにより終幕となりました ね、はい、面白かったな。面白かった。いや、そうね、あの前田さんがね、因数珍味にして猿川、はい、さん粘って、はい、非常に見応えのあるゲームとなりました。それに続く130回戦です。ドン一局、ドラは3品、親番は猿川となっています。それでは各社の手牌見てまいりましょう。まずはちいちゃの猿川からドラの3品が1枚、まだメンツはありません。なんちゃの病、赤嘘、そして3品ドラを引き寄せたところ、こちらはシャーちゃの前田の手牌、ドラターツがあります。ソーズで1メンツ、瀬戸熊はペーチャスタート、マンズで一面通発、チュンと手の内にまだ自敗が残っているような状態となっています。さあ、これで各社のトータルポイントもちょっと変わりましたか。はい、9位スタートだった病が4着を引いたことによりプラス110ポイントに後退となりました。そうですね、あんまり上位陣には響かなかった感じですかね。はい、うん、まあ、このフォーカス M も最終盤となってきています。この12月末までで一旦シーズン4が終了となります。はい、まだね、あの上位1、2、3位の中田、山田、佐々木が対局を残しているということで、はい、優勝はまだ誰になるかわからないので、ぜひ皆様最後までご注目ください。病の手配がいいですね。赤ドラとある手配、うん、いいシャンテン。さあ、何を引いてくるドラ含みが両面形に変化となりました。難しいね。あー、カンちゃんどこを残してどこを厚く持つかと、まあね、うん、いうところでしたね。もうなんか何でもいいからもう泣きたい、ね、何でもいいからもう泣きたい。赤赤ですから、ね、またしてもカンちゃんの選択、え、どっちにするんだろうね。ウーアンが場に1枚切れとなっています。ここはチーピンを手の内から切り出す選択としました。まあ、他の選手の捨て牌もまあ自敗などが多いところではありますが、いいシャンテンですか。はい、カンパースを引き入れた、重ねたのはリャンピン、カーピンはすでに手の内で使っています。リャンピンはツモ切り、ね、はい、ここも選択ちょっと難しいところでしたか。まあそうですね、6万切るとポン材が3つになるけど、はい、みたいな、なんかそれはね、リャンピンはどっちか頭で決めたいからね、はい、表示牌の方、あ、これは嬉しい。これも簡単にしちゃいますか。はい、ここはカンオワンでの天牌取りに成功となりました。うん、タンヤワカーカドラ8000点の天牌、まあ、ピンズの4連携を生かしてシャンポンに一度取るもありますけどね。はい、そこからさらに伸びることも、うん、難しいですよね。はい、チーピンを自身で切っている。さあ、一気通貫出来上がり、親番の猿川ピンフ一気通貫、ドラはリャンピン待ちでの転敗です。山井さんもウッパー前変化しましたね。はい、これで2人に転敗ですが、闇転です。リャンピン対ウッパー前、はい、どちらマンガン、ここはツモ上がり、嬉しい上がりとなりました。しかも高めでのイーペイコーと役がさらに一つ増えました。ツモ、タンヤオ、ピンフ、イーペイコー、赤赤ドラ、3000、6000、ハネマンのつま上がり。まずは幸先スタートを決めたのは病です。続けて親番を迎えます。トン2局、ドラはパーワンです。こちらはその病のハイパイ、ピンズで一面通、他の形も悪くなさそう、マンズの3番があんこになりました。赤含みのメンツがあるのはなんちゃの前田です。シャーチャの瀬戸熊、ソーズが両面形になりましたが、まだメンツはありません。こちらは猿川、ピンズで1メンツ、まあ、どの選手もまずまずといったハイパイでしょうか。うん、そうですね、パーマンリーチあったんじゃないかなって思う。あ、なるほど、うん、積もったからじゃないんだけど、はい、なん
かあの手って漫画の手じゃない？あ、なるほど。まあ、うん、もともと赤赤ドラの手配でさらに役がついたところではありました。5万で漫画だったから、はい、なんか漫画の手じゃないからじゃあリーチかなとか、まあ、8万が出れば羽マンですけどね、はい、うん、5万で漫画っていうのがなんかちょっと寂しいですか。うん、モッツポイント、はい、今回伸ばしたいからね、はい、分かんないな。そしたらバイマンのつながり、そうなんですよね。だから自分が打ってたらどうなのかなっていうのを考えるとちょっと難しいなと、はい、シンプルに羽マンだからと喜べているのかなっていうところも。でも順目的には闇点だったのかもしれないし、はい、そうですね、そんなことも病は今持ちながらちょっと考えているかもしれません。さあ順調に手が伸びてきているのは瀬戸熊です。前田は自家製の難を1枚目は泣きませんでしたが2枚目はどうしていくか。なんかさっきからちょっと難しい手配が増えますよね。カンちゃんにするか、あ、そうですね、病さんのはね、あの残す範囲に選択の幅があるような、うん、あんまり選択がない方が好調、はい、カンちゃんは。あ、なんか難しい方難しい方に来ちゃうのは良くないっていうのを聞いたことありますね。ただその選択も正解してと、上がりには結びつけることができました。チーピンガン、ここは先制転敗。瀬戸熊のリーチはサブローピン待ち、リーチ単野を赤ウピンも1枚あります。ここは残したチーピン嬉しいあんこになりました。さあ病統一のパーピンを神ちゃんに打たれたところ、ああでも引いた、あポンしててん、ポンしててん、いや、あそうですね、ポンして数値満点牌。さあしかし面前での点牌が入る完治ピン待ち、しかしこれは山には残っていない、うん、ここからまたさらに変化を見てからの勝負と。そして前田はリーチを受けて引いてきたのは、はい、ポンしたら報じでしたね。そうですね、サブローピンは山に4枚残り。さあマンズが伸びてきたが浮いているローピンは当たり牌、もう一回急走を切るか、はい、そういきましたね、うん、まあ、ここでまたローピンにくっついていくならばまた違う選択もあるかなと、うん、何引いちゃうと危ないね。あ、なるほど、そうですね、地風の難、山には1枚残っています。さあそしてこちらも手が育ってきているのは猿川です。ソーズでメンツができました。さあ統一のチーソーを持っている数層引き、これは切っていく。病はカンチーピン単野の天敗です。あ、サブローピンと筋で捕まってしまいました。ここで統一の難、まずは先制リーチといきました瀬戸熊ですが、徐々に山が短くなってまいりました。病もなかなか変化がないところ。そうですね、ピンズね、はい、3、4、5、6、前田は受けている。ただ報酬はなさそう、病さんはね。なるほど、さあこちら十分形になりましたね、猿川。はい、シャンポンと三面ちゃん、はい、まあ、十分というのはちょっと言い過ぎですかいっぱい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 、そうですか129回戦では逆転トップを決めている瀬戸熊、まずは一つ上がりを上げたいこの130回戦です。いきますか。ドラのパーマンを引いてきたピンズの変化はなかなかないところでした。いやでも一応パーピンかな、パーピン、なんかこれ打ったらロンって言われたらボーハイに見えちゃうよね、逆にね。パーワンですね、うん、今ハネマン積もった後で、はい、親番でうん、つまがり、これは別に悪くない、はい、リーチつも単野を赤、
2004戦の上がり。ここでは瀬戸熊が加点に成功となりました。変わってはトン三局となります前田の親番ドラはローアンです。さあハイパイには2メンツ、大筒もアスーソーと両面もできました。ここは自敗から切り出していきます。瀬戸熊も自敗がやや多いか、まずは初を一つ重ねてドラドラの手配。想像の両面系猿川、まだメンツはありません。そうですね、カンリャンピン引き入れて一気になんか手役が現実的になったところでしょうか。病です。ピンズとソーズで 1,2,3 のメンツがすでにできている。こちらの手配、そして端に端にと手配伸ばしていきます。さあこの重ねたのはダブトンですね。初を仕掛けていきました。ここは瀬戸熊、親の方が早いね。はい。瀬戸熊2枚目の初、ここで仕掛けていきましたね。お、リーチだ。おー、ダブトン引き入れてのリャンソー待ち。まずは前田の先制リーチ。そしてその宣言牌も仕掛けていく瀬戸熊は初をポン3層落ち。まあまあ遠いぞ。そうですね。どうなるか。まあ一発の牌でもありましたからね。さあでも折りはなさそうね、瀬戸熊さんね。はい。おお、ローワン自力であんこにした。これでいいシャンテン。パーソーかチーピーにくっつくことができれば。さあ気合入ってる。これは4枚目の缶ダブトンが3名の目にもさらされます。これはもう瀬戸熊さんも、はい、一発裏ドラ缶ドラありのルールです。さあドラをめくったアンドラは数万、手の内にも1枚増えました。これは、はい、統一の牌ですね。はい、リーチダブトンドラとなりました。カンチーソーのテンパイ、瀬戸熊もテンパイ取ってゆく。さあこの2人のやる気にちょっと他の2名は受け気味の展開となりそうでしょうか。同じぐらいでしょ、ヤンソーも、はい、カンチーソーもね。ああなるほど、そうですね。ウソはサルカーの手配2枚、3対3か、4、5、そうですね、3対3と。うわー、これは瀬戸熊の上がりとなった。ここは瀬戸熊押し切りました。初1000点の上がり。ドラさん、いやドラさん、あ、ごめんなさい、ドラさんです、ごめんなさい。ドラの元ドラの初ドラさんでした。大変失礼いたしました。8000点の上がりです。あの自力であんこにしたんですよね。大変失礼いたしました。お茶どうぞ。はい、お茶いただきます。あんこにしたって騒いでたの。最初からそう、自力でドラをあんこにした。大変失礼いたしました。さあ親番変わって瀬戸熊です。助け合いですからね。今ちょっと自分で倒れた感ありましたけどね。自爆型、はい、さあドラが E1 です。トン4局、瀬戸熊の親番。赤ウソ含みでメンツがあるのはシャーチャの病、初が統一。あれださんもあれだと厳しいよね。はい、そうですね。ダブトンあんこにしても意気揚々とのリーチと、ね、まあ、先ほどの129回戦でも一気通過になって気持ちよくリーチといったところでハネマンの補充となってしまいました。その時曲がったのは瀬戸熊でした ね、 そうですね。嫌な感じですよね。嫌な感じ、うん、まあ、打ってる方としては感触は良くないかなと。なんか十分に2連続ね、同じ相手に負けるっていうのは、相手もまあそれなりのね、はい、形なんだけど、まあ、攻める理由といいますか、やっぱりね、きついよね、そういうのは、はい、やっぱり2回に1回勝たないとやってらんないじゃない。はい、2回、そうですね、1対1ですから、うん、それが続いてしまうと感触も悪いか。さあその前田の手配は3色、親番の瀬戸熊はこちらの手配。ここでドラの E1 を離していきます。病が2巡目に外している。
そしてリャンシャン天の病、初が統一です。さあこれでソースでメンツができました。順調に育っていますね。病の手配イーシャンテンです。一応ハツをポンしての天杯カンパースを取れますが、うーん、あるんじゃないかな。なるほど、一応瀬戸熊さんライバルだからね、はい、現状2枚目ですからね。ハツ打ち出された場合は、うん、サルカーの手配に1枚あります。親は流したいですよね。はい、切っていく。そして老僧急走変わって、前田も一気にやる気になったか。こちらの手配ヤンピン引いたら山井さんどうなのかね。カンパーソーでリーチ打つのか、はい、打つもありますもんね。なるほど、ね、パーソーは待ちとしていかがですか。あ、カンパーピン引いて2色、 2色まずはソーズとピンズで789ができました。マンズでも78と思っています。イーシャンテン、おお、単陽方面、はい、カンパーワンのターツ外しとしていきました。さあここで初猿川から打ち出されて、ここは天杯取っていきました。病カンパー層の町初赤い地、これはチュン残してちゃんと三色狙うか、イースマンリャウマリャウマの毛残すかってことだ、はい、リャウマンが場に3枚切れ、うん、リャウマンの受けを消しましたね、はい、これでチュンの探求でちゃんと狙う感じ。お母さん今 K 点をこの順目でもう取るか、はい、瓶はつもぎり、チュンめっちゃ、ね、チュンいるね、二山か。あーそうですね、実は残したチュンは1枚切られているだけで誰も持っていなかった。あ、この3品もつもぎり、前はカンパーソの天杯初をポンしています。3品はポンしませんでした。あ、狙い通り、これは、うん、よく切りやすいからね。4はもうほぼ4でいいんじゃないのかな。はい、リーチかどうか。アマチュアドラ表示牌に1枚、そして捨て牌に1枚。さあここでリーチといきましたね。前田狙い通りのチューンを重ねて、まあ、高めと安めの差がかなり激しい手牌にはなっていますが、うん、まあ、リーチドライチかリーチちゃんた三色ドライチか。じゃあ九は山にはないのよね。あ、そうですね、猿川の手配に統一であります、うん、勝負の手配となりました。どう、あ、ツモだが休め、一発ツモならまだ嬉しいところか。あ、リーチ一発ツモドラドラ、ドラドラが一枚になりました、うん、2,000-4,000の上がり、順重ね、お見事でしたね。はい、さあここは前田の上がりを決めて130回戦は難入となります。残り時間は1時間1分10秒ほどとなりました。虎は地層猿川の親番です。さあ129回戦では2着、かなりあのリズム感もよく打っていた猿川ですが、この半ちゃんでは、でもさっきもトップ取れなかったからね。あ、そうです ね、 ですね、後ろから来た瀬戸熊に一気に追い抜かれてしまった形とはなっています。難波の親番、ここではどのように打っていくのか。手配自体は悪くなさそうですよね、うん、でもまあさっきのパターンもあるので、はい、まあ2回上がればトップまで行っちゃう先行有利とは必ずしもこの段階では言えないかなと、うん、あと4局あるわけだからね、はい、さあ赤赤の手配が見えましたね。こちらは瀬戸熊です。白が統一、
さらに手配伸びてきて、イーシャン天の猿川、そしてドラの小僧手の内には一枚前田は全曲満願のつま上がりでした。さあここで両面形残していきます。イーペーコーは見切った形、両ピンが2枚切れでした。ほら先にウッパーワン引きでも猿川リーチと行きたいところですか。誰か猿川さんはい買うそうじゃいかないんじゃないのかな。はい、まあドラが小さというところもあって変化が、うん、十分見たいところ。カムさんリーチ打ちます。いやこの段階ではこの順目ではちょっと打ちたくないですね。先に嘘を引いてのピンフのみの場合はいかがですか。嘘を引いたらリーチ打つんじゃないですか、はい、この展望的にも裏ドラ1枚大きいですから、はい、どちらを先に引くことになるか、それに対抗できる選手、まあ、3番とか引くと面白いですよね、はい、先にさあこれで白と上のシャンポンパーピンのポン、はい、選べる形といいますか。いや3色に渡れる、はい、手の内ではピンズとソーズで 1,2,3 の形ができています。あこれのトラでイースを切るか2万切るか、はい、どちらを先に切るかなと。そうですね、瀬戸駒にすでに天牌が入っています。白ならば上がれる形の白は場に1枚切れ。さあここでリーチが来たぞ。親番の猿川、先制リーチはウッパーが待ち。瀬戸駒も肩上がりの仕掛けですからね、うん、まあ折りやすいことは折りやすいよね。はい、山井さんがこれ白止めてるからね。そうですね、と出ないんじゃないのかな。もう白は山には残っていません。山井が受けてしまうとというところでしょうか。さあ猿川先制リーチといきました。赤ウピン引き入れた。これでちょっとだけやる気になりましたでしょうか。前田の手配です。シャンテン、ああ、ね、はい、まあ、そもそもちょっと甘露草も山にはシャンテンですもんね、はい、ありませんでした。ここ、うん、はい、まあ、3ピンが早いから、はい、パーピンはね自分で切ってとこだから、はい、パーピンはポンして、うん、一応ワンチャンスで、はい、3ピンのワンチャンスでウーピンまでは感じですかね。はい、これも同じ理由かな。パーピンがノーチャンスだから、はい、パーピンが自身から4枚仕掛けに入っています、うん、ここで前田仕掛けを入れる甘露ピンで仕掛けて、別に上がりいってないです。上がりにいってない、背底をあずらしてたんですね、はい、ずらした仕掛けと、うん、山井さんに履いてよって、はい、その先ほどの受けている人に履いてよと。
ところでしょうか。さあ流局となりました。天敗は猿川、親分連チャンとなります。先ほども長い連チャンありましたね。南極は一本馬強鷹が先天、虎はローピンです。こちらがその敗敗、ちょっと形悪くなりましたか。はい、はい、そうでもないですか。え、猿川さん、さっきのと比べてでしょ。そうですね、うん、これは悪いよね。はい、病は2メンツ、赤ウーアンがあるのは前田です。まあ、猿川ここから粘って4着目の親番でポイント復活して、そうですね、はい、まあほぼほぼ生き切りたいですね、この親はね、補充してでもみたいな。はい、本日は14インスタートの猿川です。129回戦は2着、あ、一応降りても羽間クラス上がればくっつかないいのか、全部行くってわけではないですよね、はい、ここね、なんかトップを目指すならばと、うん、攻め幅広く行くみたいな局面じゃないですか、はい、この親っていうのは。なるほど、まあ、手の内も徐々に育ってきたピンズで一メンツできています。自敗3枚手の内に残しての進行、ピンズ両面形になったのは病、そして前順にドラのローピン引きましたね。前田は4統一でもあります。これで今いいシャンテンですよね。はい、山井プロ。さあ、ガンリャンスを引き入れました。これでメンツのローマン、あ、統一のローマン外しましたね。前田はメンツでトカジを切った。でめちゃくちゃ広くなりましたね、はい、山井さんは連続系となりました。うん、嘘あるけどな、あ、嘘しましたね。はい、うん、形だけ狙いいくんだったらリャンピン一品とかもあるんだろうけど、はい、イーシャンテンこっちが広いですよね、瀬戸駒さんの。はい、トラを重ねたこの手配ですね。これどうするの、数ピン切れば転敗。数ピンは切りましたね。3ピン短期チート打ちの転敗はドラドラです。一、うん、回3ピン切るっていうのもありますよね。はい、あ、よりまあ3ピンで転敗取ってもなっていうところですか。そうですね、2枚切れだから、はい、だったら数アンコとかの可能性残してっていう。さあ、 E1 は自身で切っているハイでした。ワイシャンテン、前田ここでペンチ、その他つ払い、ペイは自分で切っている。どっちも振り手なんですよね、はい、1番もペイも。さあ、病現在はジャン等がない形ですが、ウーソを引いてきた。チーソーが自身で3枚見えて、ここで老朽ピンのターツ払いを選択しました。振り点だったんですね。これ、まあ、リーチもありますよね。赤ウソを切っている70目、うん、さあ、ここでリアンソー短期でのリーチに踏み切ります。ペーチャの瀬戸駒、ドラドラのチートイツ、もうここから 2回も3回も手出ししにくいじゃないですか。はい、そして追いついた一気通貫ができた病はウーパーソーマジリーチピーフ一気通貫確定です。しかし両走も前田の手配に1枚使われているだけ、山には十分残っています。二間リーチのめくり合いとなりました。展望ね、多い2人が、はい、ここはトップ争いの勝負となるか。二人の勝負となりました。パーソーはなんと山に3枚残っています。ウソも1枚現張りですが追いかけましたからね。山にとっても勝負局、
チートイズドラドラ、瀬戸熊の連想短期、アッパー層がここに来た。これでだいぶ薄くなってしまいましたね、ウッパー層。うわ。うわ。山にはたくさんあったんですけれども、3枚流れてしまいました。これで連想有利ですか。はい。2対1。連想まだ誰の手配にも行ってないですから。ああ、掴んだ。宝珠が山い。上がったのは瀬戸熊です。リーチ、ティートイツ、ドラドラ。裏ドラはありません。8000点、8300点の上がりです。こちらもウーパーソンも非常によく見えたところではありましたが、瀬戸熊、ここは持ち合い選択、連想に変えてのリーチ、実を結びました。親番変わって病です。ドラは両ピン、何2局。先ほどの宝珠でトップ争いから一歩後退となりました。ちゃんと、そうですね、端牌と地牌、ね、そう、初と順が統一でありますね。9999、この1枚目の9は仕掛けていきませんでした。9ピンと9層はポンザイ、そして初チュンと持っています。9ピン泣いちゃダメですか。9ピン泣きたいです。泣きたいです。はい、ダメですか。泣きたい日もありますが、いいでしょうか。なんかダメ元でもちょっとポンしていきたいところではありますが、3万は翻弄と狙いだね。はい、端牌をひたすら集めていきたいところ。これは泣かず。泣きたいけど、はい、となるとチートイツも強く見ているでしょうか。初は泣いた。これは2枚目の初です。本一の方なんだ。はい、翻弄と見たいなと思っちゃう。そうですね、9層9ピンと仕掛けていきたい。3ピン引いたからな。あー、チューンもポンできましたよ。先ほども白チュンのポンがありました。病です。これで2風呂初チュン、ポン点が効く形。さあ一気に場がちょっとピリピリしたような感じに出ますか。そうね、白2枚切れてるから、はい、まあピン図はちょっと打ちにくいよね。さあこれで天牌は関連ピン、まあ、出にくいよね、ドラだからね。はい、上がれば万願役役ちゃんたドラ、カンニャンピンの天牌。そうですね、先ほど8000点の宝珠がありました。リャンピンは手の内に、1枚ずつ使われてますか。各選手に1枚ずつ。じゃあ1人1枚ってことで、はい、僕にも1枚来てもいいでしょとなるでしょうか。さあここで前田が仕掛けを入れる。ダブナンをポンしています。お、お、まさか。まさかね。そうまさか。2人仕掛けてるからさすがに打たないですね、ドラは。そうですね、このリャンピン、白はこれ2枚切れだから、まあ白打たないってことはリャンピンは絶対打たないですよ。はい、まあどちらも、あ、白これは打ちましたね。サルカーバに2枚切れの白、3枚目を打ち出していきました。急走は、はい、空切りとしました。うん、E ピン切りたいところです。あ、3ピン、はい、切って E ピン短期とかにしたいですところですよね。ヤクヤクちゃんただから、自身から3枚見えてる E ピン、7700 E ピン短期で。なるほど、まあ、待ちがドラというところも大きいでしょうか。さあ前田にもテンパイが入ります。ダブナンポン、パーソーポンでのテンパイはウーパーワン待ち、ドラも1枚あります。ただ前田さんに3ピン切りにくいっていうのもありますよね。あ、なるほど、ウーピン早いからペン3ピンとかよくある手じゃないですか。はい、ドラ2ピンで、そうするとドラム組である程度の打点が、ダブナンドラ1のね、はい、ついてしまう。あ、数ピン切っていく。病はどうでしょう。捨て牌にはピン図が後の方に切られていますが、最後の手出しは急走と。そうね、その辺がね、はい、1ピンも切られました。これでまだヤンピン山に1枚残っています。急走はどっちが良かったのかな、空切りとね。はい、
高く見えた方が良かったような、はい、曲よね多分ね。リャンピンはそもそもじゃないのかなと、なんていうのかな、ドラはやっぱ出にくいから、だったらもう脅かして終わっちゃった方がいいから、はい、急走はつもぎの方が良かったのかもしれない、はい、本質じゃないのかなっていうのが見えてしまうと、うん、高く見せて終わった方がいい、はい、うん、安く見せて、安く見せたい時もあるじゃないですか、はい、このケースは高く見せたい局面だから、それは他の選手にやっぱり引いてほしいと言いますか、そうですね、ドラリアンピンっていうのはやっぱり上がりにくいんで、はい、出にくい、引いてほしいじゃないですか、時間をいっぱい、ね、目いっぱい使いたいんで、それによりまた山に1枚いるリャンピンを引き当てる時間を得ることができるのかもしれません。ただイーピン短期と悩んだんじゃないかな、その間が嫌だったから空切りした、はい、というふうに見るのかな。イーシャンテンまで来ました、瀬戸熊、あ、あ、お、来たよ、おー、ここで天杯が、まんまだ、はい、ウーパーピン待ちはウーピンだと3色がつく形、うん、これ出上がりしかも期待できる、タンヤオピンフワカーカドラ、前田さん、前田さん、うん、パーピンは打つだろうけどね、はい、ウーピンはちょっと難しい牌、ちょっと難しい牌と、あの山井さんもいる分ね、はい、猿川にも天杯が入りました、これで3名に天杯が入っています。前田さんもウーピン止めれるかな。あ、そうですね、前田さんが打ってるっていうのが大きいよね、ウーピンね、はい、うわ、あ、そして赤ウーピンのツモ上がりとなりました、これは超高めとなりました、ツモタンヤオピンフ3色赤赤赤ドラは4000、8000の上がり、ここは全て打ち切って猿川大きな上がり、親番落ちた後ですが素点回復となりました、これで持ち点33000点と、あと一上がりです、はい、終盤での大きな上がりは嬉しい赤ウピンのツモ、130回戦盛り上がってまいりました、南三局、親番は前田です、支配が多い形でした、そしてなんちゃの瀬戸熊、赤ウソはドラでもあります、シャーチャの猿川、本当にあと満貫の上がり一つでトップまで行けるようなところになりましたね、うん、ね、瀬戸熊さんが4万4000でね、結構安全なとこに行ったかなと思ったら、はい、やっぱり一人来ちゃったっていうのが、やっぱり一人来ちゃった、ルールの怖いところ、はい、一発ラドラ赤牌のあるルールです。さあマンズが伸びてきたのは山井、前田は本一に行きたいところですか、そしてピンズ両面系できたのは瀬戸熊、 E1 がんこ、あ、これで順も重ねた4と1、自敗とピンズを残していく選択としました、前田は現在3着目1万4000点持ち、大きく加点していきたい親番です。これは天杯、天杯だけどね、はい、後継に、はい、カンチーソンの天杯は取らない選択としました瀬戸熊です。でも瀬戸熊さん結構取ってや見ても多いから、はい、三蔵切りも全然あるとね、あ、なるほど、ね、ウーソを引いたら三面ちゃんだし、はい、別に小さを引いたら妻だし、はい、なんかそういうことが多いような気がするんですけど、はい、ね、天杯取らずでしたね、はい、ソーズの連続系残していきました。ああ、これはリーチあるとウーソーですもんね、はい、闇点取って闇点でウーパーソーの天杯、うん、積もれば上がれる形の町となっています。
さあまず天杯を入れているのは瀬戸駒トップ目4万300点持ち、うん、嘘だらだから買いにくいですよね、はい、あの天杯。あ、そうですね、そして猿川はチートイツのイーシャンテンで両双頑固になった。赤ドラの想定のうちにあります。ああ、あんこは残していきましたね。まだ残ってますもんね、はい、青になる可能性が全部。重ねたローピン病です。ドイツであったチューンはすでに切っている。さあようやくピンズを引き入れた。パン、パーピンをポンしていきました。前田も、まあ、そろそろ順目がといった局面でいいシャンテン、うん、まあ、シャンテン数進むんで、はい、ペー初のポン、そしてペン三ピンの地位が効く形。さあその仕掛けを受けて現在の手番は瀬戸熊。ここで数ワン1枚外し、ペーも仕掛けていく。これで親の前田に天杯が入ります。ペン三ピン待ち。あ、これで3ピン回収しましたね。そうですね、はい、あのチーソーローソーを切るのかなと思ったんですけど、こっちの方が柔軟性高かったですよね。はい、一応チーソーローソー切れば2ピンだったけど、なんかこっちの方がいろいろ対応できる。はい、いいピン。前田の仕掛けはパーピンとペーのポン。ここは打ち出しづらいか。ここで仕掛けが入る形式天杯のイーシャンテン、はい、のイーシャンテン。一応つもりさんこの後付けでも あれありますか。つもりさんこもあるんだ。そうね、はい、あんこあんこって聞けばね。そうですね、はい、あ、天杯、あ、天杯、ピンズピン、どうするよ。ローソーですか。おや、ピンズの本一。ここはもう一度闇手に構えます、うん、イースーピン待ち。3ピンを重ねて、これで3ピンは山からなくなりました。はい、瀬戸熊、そして猿川の手に2枚ずつ。瀬戸熊さんはね、これ危ないピンズ引いたらもう一回1万とかもあるから。はい、猿川天杯は取れた。ローピンぐらいかな、難しい。なるほど、その引いてきて嫌なピンズ、ローピン使っても扱えるんでね。9ピンはね、ちょっと行きやすいじゃない。はい、9ピンは切って、うん、行きました。パーピンのポンが入っている。あ、全部ね、はい、対応できるよね、ピンでね。あ、そうですね。さあこれはチーピンの方を選択しました。イーピン、スーピン、チーピンと選べるところでした。あ、これはテンパイ、はいですね、カンサンピン、換算ピンで病にも天杯が入る。しかもドラ3赤ですからね。タンヤをイーペー51234。これはただ先ドラ3配定。あ、パス、あ、パス、パスしましたね、瀬戸熊。ここでローピンをチーして両ピンに待ち変化。病にパスしなければ両ピン引いてもサブローピンだからね。あ、そうですね、猿川さん困ったね。でもね、両ピンを引かされてしまった。3ピン筋でまさか。そうすると病、あ、ね、あ、しかしここはないもん、ね、はい、と打ち出していきました。これが最後のツモです。おお、一人下ろしてたから瀬戸熊さん正解ですね、はい、そうですね。猿川プロはピンズを引かされてしまいました。これで流局となります。南三局は前田、瀬戸熊、病の3人天杯での流局、まあ、ピンズを引いたのはたまたまで、配手を病さんに任せたかったんでしょうね。はい、違反ね、つけるんだったら病さんでいいや、はい、4着目の病プロと、うん、ところになりました。さあ前田が転敗して親番が続行となります。南三局ドラは初一本馬です。なるほど、そういう意図もあったわけですね。ピンズを引かせようと思って引かせられないじゃないですか、はい、そうですね、病どこにいるか分からないから、はい、
履いてどうせいい判つけるなら誰かなっていう時に山井さんが選んだっていうことです、はい、まあ、猿かプロか山井プロか選べたと、うんうん、そうですね。猿かは手痛い一人の点となりました。さあドラが初でここはチュンから仕掛けていきました前田です。自分の上がりはないと見たのかな。あ、なるほど。スーピンのねつもね、ドラの初ここに1枚来た。シャーチャの猿かはそのあたりもね、打ってる時の感覚的なものも、うん、何だったんだろうなと思って、はい、そうか、感覚ですもんね。感知ピン引き入れてお前進。サルカーはイーシャンテンまで来ています。さらに2つ目が泣けました。チュンとイーピンをポンしてのこちらはイーシャンテンです。親番の前田、さあ浮いてるのはドラの初。ここはイーソギリの選択としました。まあ、様々な選択がありそうなところではありましたが、サルカーさんですか、はい、以外だとなってた。あ、天杯。何点持ちだ？三万点持ちかな。はい、どっちもあるな。タンヤオのウーパーワン待ちに取ってリーチと行きました。まあ初短期かウーパーマンかというところではありました。闇点だと自局満貫相撲条件になっちゃうんで、はい、できればここでねタンヤオで攻めてね、はい、少しでも条件を緩和させたいので、はい、リーチっていう選択。トップ目の瀬戸熊との差を考えてのリーチ判断。うんうん、1300上がると満貫相撲条件じゃないですか。はい、ね、それだとちょっとねもっと緩和させたいから、はい、南三局での判断となりました。さあウーワンは山に1枚残っています。パーワンも2枚残り、そして親の前田もイーシャンテンまで来ている。ここにドラの初が来ました。サルカーの宣言牌、前田も二風呂をしています。ここで二面爪が完成。山井もドラを切りました。さあこれで入った範囲によってはパワー1が出てしまう形となりました前田です。うん、3色見たいところの手配ではありますが、チーソーが場に2枚切れ、ここはローソーつもぎりの選択としました。ん、ごめんなさい、イヤホンからちょっと失礼しました。あ、初だったね。あ、初短期の方が早かったか。天杯だ。はい、ベンチマンでの天杯3色はなくなってしまいます。リーチもあるけどな。はい、やっちゃいましたね。はい、これが当たり牌となります。リーチタンヤをとらわりません。2600点は2900点の上がり。サルカーは勝てに成功。うん、裏ドラ1枚欲しかったんですよね、はい、これだと多分マンガンつも足りないんじゃないかな。親番乗せとくまがターゲットか。さあ130回戦は早くも何4局となりました。残り時間は31分。ドラはローピンです。足んないよね。ド自身は3万2900点持ち、4万1300点。値上がりじゃ足んないよね。満貫積もんないとダメでしょ。はい、そうだから裏ドラ1枚あるかないかが、そうですね、大きかった。うん、つまりあれ闇点でもまあ条件そんなに変わらなかったなっていう、はい、まあ、ただ積もることや一発などいろいろな要素もあるのでリーチで勝負と、うん、来ました。さあその親番瀬戸熊はターゲットである身ではありますが、ハイパイかなり良さそうですね。赤ウーアンもある形。ドラのローピンも1枚手の内にありました。
猿川は想像の本一に向かいたいところでしょうか。自敗と想像手のうちに残しています。さあ、瀬戸熊ペンチーマンの天敗は、まあ、ペンチーマンというか天敗はどうしましょう。どうするってリーチ打つかってこと。そうです。ここからどのような変化を見ていきますか。どうしますかね。どうしませんか。いや、リーチを出すと多分先ほどおっしゃってた、はい、OK になるんじゃない。そうですね。そうですよね。はい、リーチボだと猿川さん満貫で上がりでトップになるでしょ、はい、となると相当そう簡単にはどうなのかね。だから、はい、あんまり結構十分系で打ちたいですよね。なんか不用意なリーチで相手にチャンス与えれるよりは、はい、なんか十分系でリーチ打ちたい。はい、そうですね、うん、現状自分の方がね有利だから、はい、あんまりあのブラフ的なことはやらないんじゃないかな。相手にチャンスを与えないように、うん、脅かす意味がないというか、脅かすんだったら十分系、はい、まあ、自身にリターンがある形でと、うん、さあここは数ワンから仕掛けていきました。面白い形でいきましたね。面白い、はい、三色のインシャンテン、そうか、三枚目の四万を泣いて、はい、まあ、四五郎一応、まあ、ほぼできそうな形で、ね、ほぼできそうな形、まあ、牌を持ってるんで、はい、まあ、しごろしごろとソーズとピッツでできてはいる、うんうん、で2900上がっとくと、はい、まあ、より相手に条件を厳しく突きつけられる、はい、ってことですかね。差がつく形なのでここは親番で一上がり、その後は楽しい親番の時間となるかもしれません。なんて言うんですか、まくられづらい親番の、あ、これはチーピン切るんじゃないのかな。イーソー切っておくと単用に渡れるっていうメリットありますね。はい、あ、イーソーにしましたね。イーソー1枚切れか、はい、チーピンで上がれる形、ちょっとチーピンの肩上がり、ただ裏目のイースーチーソー持ってきた時に単用って役が確定して、はい、みたいですよね。あの、まあ流局伏せるんで猿川さんが乗ってなったらもうね、はい、病はウパワー町での天敗、タンヤオピンフドラは高めイペコの形、うん、これは打っても瀬戸熊さんトップですもんね。はい、あ、これは白炭機に待ち替えは場には切られていない、はい、一応猿川さんが本一の、ね、形でしたしね。はい、徳川さんなドラ回りと想像しかないからそうですね、うん、個人の難しい三色ドラ1の白短期の白は猿川の手配、そして前田の手配に1枚ずつ、前田さんはチャックアップ4200差なんですよね。これ上がると3000、あ、見逃しましたね。はい、そうですね、ウーパーワンウーワンで上がれるところではありましたが、うん、病は上がりませんでした。前田とは4200点差。そうなんですよね、はい、まあ、リーチ行ったところで懲りちゃうんで、あ、三色ドラドラーか、失礼いたしました。2000オールの上がり、ここは仕掛けてラスハイの白積もって親番連チャンとなります。そうですね、ということで病も意図があってのウーアンは見逃しという一局でしたか。はい、はい、さあ瀬戸熊の連チャンとなります。ドラはリャンピン、貫禄を引き入れて瀬戸熊のハイパイ今回も悪くなさそうです。病も形はいい、そしてチーピン重ねたのは前田、そしてドラドラの手配は猿川です。1万、あ、そうですね、
一品、パワーが3枚になりました。まあこれ猿川さん跳ねまつまないと厳しいからね。はい、終わらせに来るもあるでしょうし、ここに虎が来た、まあ現状の自分の着順でと、うん、いうことも十分ありますか。山井はドラを残していく選択としました。ここで統一が増えてきたのはペイチャの前田です。前田プロの位置だとどうですか。いや終わらせに行く、終わらせに行く、前田さん難しいでしょ。はい、はい、猿川さんと17,900差でしょ。倍満クラスよね。はい、ハネマン積もっても届かないし、どちらかというと病にまくられてしまう可能性の方が、ね、だったらまあ別に慌てて先手でやる必要ないけど、はい、その打点には条件をつけずに、うん、そうですよね、はい、さあ瀬戸駒もどんどん形が良くなってきます。テンパイ、いや毎天杯関数層は単野を、いやちょっとこれやりにくいな。ここは天杯取らず、ね、ドラを生かしてもう一打点上げて、うん、形も悪かったしね。はい、行きたいところでしょうか。さあしかし徳間も一応天杯だけどな、はい、なんかなんかいらない、これでリーチだったらいらないよねっていう、はい、というところで数層切りの取らずとしました、うん、なんかいらない手配と、うん、これは両面変化、ここで両ピンを切っての天杯取り、うん、形か打点かが欲しいってことですよね。関数層じゃちょっと価値がない、はい、はい、リーチ単野のサブローピンでの転配となりました。これは逆に今度リーチあるんでしょう、ね、はい、サブロス層の転配、6級層、サブロス層ですね。どちら、あ、山井さんか、ごめんなさい、あ、瀬戸川さんが6級層ですよね。あ、そうですね、はい、二人の天杯となりました。ここは3番トローマンを入れ替える選択、はい、闇天にしましたね。一応現物の急走が役なしでしょ、役なしですからね。さあここでつもぎりリーチに行きました。シャーギリ老急走待ちで瀬戸熊の追いかけリーチ、さあ2件のリーチを受けて猿川前田どうする。まあ瀬戸駒もまあそんなにここは変わらないかなと言いますか、もう天杯取ったというところもあって、いいでしょうね、はい、ここのつもぎりリーチはこのタイミングでと、いやどのタイミングでもよかったと思いますよ、はい、本当になんかありますこれって多分ないですよね、はい、うん、だから伏せるもあるしいろいろあったけど、はい、まあだ、まあ、なんか思い直す時間が欲しかったっていうふうに見えるんじゃないですか、はい、さあそしてつも上がりとなりました。しっかりとつも上がりリーチつも赤瀬戸熊さらに親番連チャンに成功となりました。2000は2100オールのつも上がり、これでさらに瀬戸熊の時間が続きます。第4局ドラは9ピン、こちらがそのハイパイは赤ウーソーが1枚あります。そしてこちらは猿川赤ウーピンが1枚、ちょっと遅いんだよって感じよねあの手配はね。そうですね、
ちょっともうまくりづらい位置に瀬戸熊プロが行ってしまいました、うん、まあ、この手で伸ばしていければ、ああ、これはもう形決めていきましたね。ピンスの形、はい、ハネマンの直撃も届かないもんね。はい、というところでここはもう受け入れ重視でこの矢番を終わらせていきたいと。バソーパーワンカンサンワンのインシャンテン、25,800 はい、日本馬届かないよね、羽根の直撃。なんか瀬戸熊さんがリーチ来た時に追っかければいいんじゃない。あ、なるほど、それ以外は、まあ、役割の転配取ってこのハンちゃんを終わらせていきたいところでしょうか。さあ、関連層を引き入れて少しずつ前進は病、前田もちょっと時間がかかりそう。やり転配1、あ、よりによって、ま、そうですね、いい方、いい方見えちゃいましたね外側に赤ウピンが置いてありました。ちょっとめくれてしまいましたか。さあ、3番統一になりましたが、ここは切っていきます。なかなか転配するマンズは引いてこない。瀬戸君、はい、まあ、この4番切りは、まあ、そんなに跳ね間を狙ってないよ、はい、5万でイーペーゴのイーハンも大きいじゃないですか、はい、あと3万がね、前田さんが打ってるから4万受けてるから、はい、あの、なんていうのかな、2の方が安全度高いじゃない。その牌を残しての、まあ、手牌進行の方を選択してることがその打つ牌で分かるわけですね。だから跳ね間現実味がないじゃないですか、はい、瀬戸熊さんがリーチ打つっていうのもあまり、だから安全度でいってる感じですかね。さあ、ここで転配となりました。タンヤオピンフワカウッパーワン待ちで猿川に転配が入ります。上がれば2着が確定する手牌。瀬戸熊プロもこの局面では結構伸び伸びと言いますか、さらにポイント伸ばすためにまっすぐ、うん、まあ、ある程度はね、あんまり、はい、羽直ってあんまりね、現実味ないですからね。はい、もう先ほどのオーラスにありましたからね。ああ、羽マン直撃、はい、うん、この、うん、そうね、今回点差が離れてるから激しい展開にはならなそうですけどね、はい、猿川が闇点で待ち構えています。ウーパーは待ち、ここはツモ上がりとなりました。ツモタンヤオピンフワカ、ここは猿川が上がって120回戦が終了となりました。1300、2600、1500、2800ですね、失礼しました。さあ、これで120回戦が終了となりました。130回戦はトップより瀬戸熊、2着に猿川、3着に前田、そして4着に病の並びでスタート終了となりました。はい、すいません、スタートしちゃいました。はい、スタートしちゃいます。いや、終わりますよ大変失礼いたしました、はい、さあ、本日、一番ポイントが上位にいた病が4着4着と、うん、あ、厳しい、はい、はい、いう結果となりましたので、ちょっと今回シーズン4での上位入賞は厳しくなってしまったかなというところではありました。さあ、本日4名での対局は瀬戸熊プロがかなりポイントを伸ばす結果となりましたね。トップトップとトップトップ、はい、そして猿川プロも2着2着と、うん、はい、ポイントを伸ばす結果となりました。さあ、ポイント状況どのように変わってきたでしょうか。あ、はい、もうちょっとかかるみたい。もうちょっとかかるみたい、はい、すいません、大変失礼いたしました。もう一回スタートしますか。はい、柴田プロ、はい、ご覧になっていかがでしたか。うわ、そうですね、山井さん序盤僕結構内容すごいよく見えてて、はい、なんか結果が止まらなかった。はい、あの G1 打たずに3走、そうですよね、3走とかもありましたもんね、通ってからみたいなところありましたよね、うん、なんだろうな、まあ、そういう時にも結果が、うん、ついてきてくれない時はあるかなっていうのが、うん、
やっぱ終盤戦でそれは厳しいですよね、はい、それでついてきてくれなかったのは、はい、うん、あ、まあ瀬戸駒さんが強かった、はい、勘、はい、強かった、はい、という結果となりました。本日3着3着だった前田プロはいかがでしたか。前田さん、あ、前田さんポイントだ、ポイントで攻め幅大きいんだなっていうのを見てて思ったんで、はい、ね、すぐ漫画打っちゃったりした時に思いましたね。漫画上がった後に漫画打っちゃった、はい、5% かな、うん、あと仕掛けも今日は多かったんじゃないかな。ああ、そうですね、まあね、上位に食い込むのは相当難しいんで、はい、そう、攻めを強くしないと厳しいかなっていうのは思いましたけど、はい、降りてる曲が少なかったんですね。はい、そうですね、うん、そのあたりもこの終盤戦ならではかなというところではありました。さあ本日の放送対局、あ、はい、ポイント出ましたね。このような結果となりました。サルカープロが2着2着で12.63.9ポイント、ヤマイプロは4着4着という結果で 54.4 ポイントでの終了となりました。そして瀬戸駒プロトップトップでこれでプラス圏にポイント伸ばしていきましたね。10戦消化でプラス 22.5 ポイントという結果でした。そして最後に前田プロ3着3着という結果マイナス 102.5 ポイント、14戦でこのシーズン4終了となります。はい、それでは本日の放送についてお知らせです。第37期鳳凰戦 A2 リーグ第10節 A 卓、対局者は前原雄大、山田博之、古橋隆、大谷由美、そして麓幸男の5名による対局です。本日16時よりご覧の連盟チャンネルで、実況は小笠原直が、そして解説は先ほど対局にも登場した猿川正俊が務めます。そして立ち会い人は、あ、私、はい、広島田プロとなっていますので、はい、皆様ぜひご覧ください。そして続いてはフォーカス M シーズン4ですね。次回の放送のお知らせです。明日12時より131回戦、132回戦の模様をお届けいたします。こちらは枠津明、岡田沙也加、二階堂明、中田かなと女性4名で、女性4名、はい、しかも3名が M リーグでと、ま、M リーガーと、そして中田プロ現在首位ですからね、ま、はい、解説は、そして実況は中野太鼓プロが、はい、解説は猿川正俊プロが、男性でしたか、はい、そうですね、ここで宮内小杖プロなんかがいらっしゃることもありますからね。猿川プロはもう連日の夏目坂スタジオとなっていますが、そちらもぜひ皆様ご覧ください。本日は柴田プロ解説ありがとうございました、はい、お疲れ様でした、はい、皆様ご視聴ありがとうございました。フォーカス M シーズン4 129回戦130回戦はこのあたりで失礼します。ご視聴ありがとうございました。